あ、結構良くなったんじゃないかな、こもってないんじゃないかな、あ、多分大丈夫です。はい、じゃあ、あ、ダメだ。まあいいや、気にすんな。多分鼻声だから自分の声が変な感じになってんのかもしれない。なんか自分が喋ってなんか違う感じがするなーっていうイメージです。さあ、A 番台、勝ってきました。メインマスロボ、石丸チップチーム。これか負けちゃうとね、もう負けドーナメントないんでね、気をつけてくださいね。題しまして、先ほど、必死の飛び込みから相手のバーストを誘った、エイジフェンジー、お使いのチーム。さあ、懐かしの、石丸チップ、でも、何年ぶりじゃねえな、1年ぶりくらいかに会いました、地元勢の方なんですけど、おーっと、まずファンタスティック、イェイ。なんかすごいですね、今。全くね、あ、ダメですよ、それ。今回、硬直伸びたんで、もうタコスは打っちゃダメです。タコス好きだったなと思って、見たらいきなり打って、あー、これはお仕置きを受けている。さあ、どうすんの、これ。あ、危ない。外れたからの、立ち合いからつながって、ないが、落として、出た下段。うわー、安すぎる。しかもダウンは取らない。取れない。やってんの、危ない。いいですよ。昇竜拳してね、Dボタンを押すとすごい強い技が出ます。あー、そして、打撃無敵。お甘い足だ。Dベータ、D。昇竜 B、昇竜 D、昇竜 D、昇竜 D。あー、ダメでしたね。そういうことするから。さあね、なんかね、俺の地元にはワールド系が多すぎてちょっと困るんですよね。さあ、しっかりバースも読んでいるのか。そしてコンもチッポン、いや、できてない。フージン、あ、中断す、それ。あ、裏、足が短い、見やすい、速すぎる。チップは意外とアンジー、めんどくさそうだが、手に投げ、手からタクリタインのが当たってしまった。あ、終了のお知らせが。さあ、チップの命の灯火が、あー、はい、落として、あ、ガフ、あ、終了ですね。はい、お疲れ様でした。はい、頑張ったんですけどね、あまりのちょっと単価が安すぎましたね。コンボしてないですからね。コンボしたと思ったら、あれ、なんか無印から変わってねえぞ、このコンボみたいな。まあ、コンボはね、あの前回までと同じコンボ使えますんで。それでうまく頑張ってください。さあ、メイマスロボを対するはオスカイノ。さあ、この2人、しっかりここまで0回戦、1回戦と立ち上がってきたので、乗っているんですけども、メイマスも最近やる気勢ということで、昇竜拳2段目ヒット、いいですから、馬、しっかりガードしてみましょう、空振り、あーとか言いながら2球をこすってるあたり、さすがロボ使いって感じなんですけども、しっかりディレイ受け上がり、あはは、ダメダメ、それはダメですね、生まれてディレイ受け上がるから、やめろー。さあ、これ、おきつめです。おい、ノーマル勝利じゃねえか。ピック勝利じゃない。やばい。ああ、つながってねえ。まじ、どうなるどうなる。はい、終了でーす。はい。さあ、どうなってるんでしょうかね。ちょっと試合の流れが、非常に賑やかな方向へ。さあ、やった、ガードしてるぞ。うわー、ハイネス投げれない。やっとガードしたと思ったら青バースト追いかけて、さあ、ロボ界もなんかいいところ見せたい。動画台に行くと勝てなくなってしまうというね、呪いを背負っているんですが、メインマスロボ大丈夫か。ミサイル撃って、ミサイル撃って、ミサイル撃って、あったゲージ回収、やったね。ミサイル撃っていきます、ミサイル撃っていきます。あ、通った、あ、やばい、
ほら温度計見てるとね死んでしまいますかね、わかりますね。おなあ甘えてんじゃねえよってね、2球吹っ飛ばして勝ったなスカイノルース。さあこれで本日の大会終了となりましたが、お疲れ様でしたとても楽しい試合でした。じゃあ A1 だー、いきまーす。ハトテレーサーチームと陽介アクセル、カオンアクセルチームです。さあ陽介さんとカオンさんのチームはなんとあのジョニオチームを1試合で終わらせたというね、実力の持ち主ということで早稲田式は1試合で、さあ行きましょうか。今回はねちゃんと出れますので、テストテストテスト、はい、大丈夫なので行きましょう。 1B 側がカオンアクセル、ヨウスケアクセルチーム、 B 番内どっち、あちら様、ゼロ回戦なんで上ですね、明日だ、そうっす、あ、サトゥーン 2?3?2?2 試合、3試合敗者まで行った、決定戦まで行った、あ、2試合だそうです。じゃあ、B 番内で準ミリアアイン会チームと俺お願いします。やってないですけど、まあ、タイムそうなるんで大丈夫ですごめん、ジョニオさん、なんかもう書き込んじゃったB1 って書いちゃいましたはい、まあそれは置いといて、ガールフの方が当たっている、変身して、さあワッショイワッショイ、画面端でコンボ決めていく、使っている、問題がない、一本選手はハトアバー変身、モルハ通してバースト、飛び込んでいくアルティメットジャンハイからターンを作っていくハトアバー、断罪当たらない、ダウンを奪って、さあこれはこれは危険だぞ、変身をして回復して、ダウンは奪えないが早い、ダッシュが早い、しゃがみハイからジャンキャンが効く、変身ができない、青キャンで戻ってすぐに突貫、マヤイガード、あれ何かな、ジャンプ B かな、中断バースト警戒している、エリアルができない、 FB 剣使ってカウンターなのでつながっていく、しかし引き寄せたところに投げを入れていた、一歩選手はハートアバーというわけで、アクセルアクセルのチームなので、で次に出てくるのも陽介さんのアクセル、スピ側がテレサさんのジャム、ベンテンサミハイ、マイハイから一気に画面端、まあ、距離離していたところに FB100 歩が突き刺さるが、リターンはそんなにない、ただ無敵が伸びているそうなので気をつけましょう、追加まで入れて、ラスト空中ヒット、エスライ当たって画面を弾、強気に走っていく、足はヒット稼い、これはバレていた、ボンバードッカンで一本選手は陽介アクセル、2ラウンド目タップは飛んでいる、ジャンプハイが当たってプレート1個貯める、もう一回飛び込んでどんどんプレートを使って、これはまあ、溜め直すでしょう、 FB タップじゃなくて FB 朝薙、しゃがみ S が当たってエリアル、さあしゃがみ S、 これは見ていたハイディ、テンポテンポじゃねえ、虚空だ、バス打ってさあはしゃいでいく、しかしそこに相手はいない、カウンター当たらない、テンポが置いてあったが当たらなかった、さあ1-1
マイハイがヒット、千里当たらない、足払い差し込んでです。暴れがどう言いたい感じになっていく。さあ前ハイからワンコンボでボンバーから口上げの補正切りのおまけ付き、飛んでいた千里画面端切り替えていたがすぐに戻っていく。洋介アクセル、エリアル空対空はそんなに高くない。すぐにダウンから強化プレートを貯めていく。さあ次の置き締めが怖いが、シーラーの身の炎を出してハイディ濃く名前を忘れてしまう。さあ FB やっぽからまるでこれは AC のよう、どんどん貯めて、さあ最後はどうする、置き締めしのげるか、しのいだ、しゃがみ足ガード SS 当たらない、足割れガード、さあ怖い、金バーストヒット、中段ガード弁天呼んでいた。さあ接戦の末勝ったのは陽介アクセルということで決定戦。さあ決定戦です。陽介アクセル VS ハートアバー、開幕モロハになってる。テンポを使ったところに飛び込みが刺さってたまらずバースト、下段が刺さって相模ハイで浮かせて、あのボールの名前なんだっけな、魔食滅南国、魔食滅南国変身して落ち目ガードフのカウンターヒットしてワンコンボ、これがまた結構減るんです。変身して中段ガード、ドマキャンからのフォローもしてノーリスクにしていく、飛ばせ、体力がかなり差がついていて、アクセルが少し面倒だがカウンターヒットして美味しい、まあ、じゃあ掴みたい。 FB ケインは飛んで逃げる、対空出していたが少しふわっと浮いてずれてしまった。2ラウンド目、しゃがみ S が置いてある。これは変身したところにしっかりラッシュが置いてあって投げる、エリアル中央に戻って飛び込んでいく、これが怖い、カチスは当たらない。バーストアバー通常技が一個一個の判定が強いので結構こういう展開になりがち。ガルフの足払いから断罪、しかしまだ生きてる、断罪からの断罪、こんなにアバは楽しそうに断罪振れるキャラになってるんですね。ということで、これはカチカチでいいのかな、カチカチでいいかな、まあ多分進行重視でいった方が良いかと、まあ時間大丈夫だと思うけど、まあ、ジョニオさんがアインさんに勝ちそうなんでこれ終わったら聞いてみよう。あ、これアインマンしのげるか、ジョジョブレガードチャージから